トークです。えっ、ー、と前回こんにちはゆっこりんのゴールドいちごトークです。えっ、ー、と前回ルリ色のいちごを紹介しますって言ってたので、えー、今日の映像は作った、えー、いちごのなんていうのかなこれ。 ペンダンダトみたいにねドレスにつけたんですけどね白いドレスにつけましたそしてえー、っと去年のハッピーちゃんの「シンデレラプロジェクト3幕張メッセ」のステージでえー、っとせっこちゃんズで踊った時のグループがですね今年の3月26日にハッピーセオリーラボ研究所の 部活対抗でで出るんですよで今度はあのー、最後に「瑠璃色の地球を」を、えー、みんなで歌ってあの歌のメッセージをこう、えー、映像で伝えようっていうことでみんないろんな人からあの動画とか画像を集めて、あのー、子供たちが歌ってる姿とかねみんながこの歌を歌ってる姿をコラージュ的な映像にして最後に流そうっていう。 企画があって、えー、と私もちょっと聖子ちゃんの歌を流しながら、まあ、自分を一緒に歌うみたいなねあれなんですけど、えー、と動画を撮って聖子ちゃんズのグループに送りましたでそれを一生懸命あだこうだやっててですねこの布をあの透き通ってるなんて言うの黄金時みたいな布を前から持っててあのあ瑠璃色の地球だったらこれじゃないみたいな感じで。 使っっっててちょっとイチゴを作ってみましたこのねガラスの,あのティアドロップ涙の形のガラスのビーズを種の代わりに一個一個縫い付けてですねでこの,あの布の方をちょっとベールみたいに頭からかぶってですねで聖子ちゃんの「ルリールの地球」を歌いました。ああの動画はま,あまだあれかな あの3月26日に使うので今はまだ SNS にあげない方がいいかななんて思ってそのうちあげようかな。えっ、ー、とこの青いイチゴねこれねシャツブラウスっていうのかななんかこうあのいろんな色のがあってオレンジ黄色ピンク緑みたいな5枚ぐらい私ねあの 同じ型でね色が違うので買ったんですけどそれはあのー、もう今日はイチゴの話ばっかりになっちゃいますけど <laughs> インスタグラムで、えー、と知り合ったインドネシアのイチゴ好きの,あの女の子たちのグループがあるんですよ。でリーダーの、あのー、リンダ・スイート <laughs> リンダ・スイリーって言うんだけど <laughs> だけ忘れちゃったハンドルネーム。 リンダっていう子が英語喋れるんでずっと私とやり取りしててあのインドネシアの方でいろんなあの中国から流れてくる結構こう安もうめちゃ安いいちごグッズいっぱい手に入るんですよねインドネシアってね。であのそれを日本の私のいちグループの人もみんな「欲しい欲しい」って言ってね私が仲買いしてあとインドネシアからまあ日本に送ってもらって私が日本に行った時私も仲間からそれを1個。 受け取るみたいな感じで結構いろんなものをねあのやり取りな、まあ、買うんですけどね私が中に入って英語でコミュニケーション取ってあの欲しい数を注文して私が彼女にお金を食ってみたいな <laughs> こう国際バイチゴ売買みたいなのをやってたんですけどその時にねリンだからねこのすごい安いんだよねこのシャツね黒字でさあのイチゴがねこ大きな柄でしょ。で あの普通手に入らない柄だからあもう絶対買うって言ってしかもなんかめっちゃ安かったんですよなんかえなんだろう1枚1,000円とかしないもんえ何百円みたいなあの円にそう換算するとね安いんですよねでそれあの着てたけどこのこのブルーバージョンはあんまり私着なくて今回のあのいちごリ璃ルのいちごコスチューム の飾りに使えるかなと思ってあのちょっとマフラーみたいな形に長く結局コスチュームには使わなかったのでちょっと今日のこの映像 <laughs> のためにここに入れてみましたなんかやっぱりあのなんか作ったりとかねこういうなんだろうなデザインとかねこう考えたりとかするの好きなんですよねなのでこれからちょっと うん、好きなことに集中するのが一番ってねみんなも言ってるしなのでこれが何そのなんか商品にしようとかって、まあ、最初に思っちゃうともうあなんつうかなこう気持ちがやっぱしだだ下がるので <laughs> それはまあ置いといてあのー、なんかいやもうめっちゃ楽しいんだけどみたいなことをもうしばらく集中してやってみようと思っています。そんなとこころでで今日はこの辺で